山田キングです。佐々木元です。はい、ということで今回この2人で、ラブパチラブスロー in 神奈川と、はい、なっておりまして、ホールの方が三ツ星武蔵新城店、はい、前半戦はですねパチンコ AKB 打ちまして、はい、佐々木さんが何その半笑いになって、いやもう半笑いにならざるを得ない半笑いというか苦笑いですか当たりゼロという結末で終わりましたが、はい、後半はスロットの方、佐々木さん本職ですからね。そうですね、はいはい、そちら打ちたいと思うんですが、はい、もう台を抑えました、はい、抑えました。僕が打ちたい台、はい、ハッピージャグラー V を、はい、もうね、うん、かなりこのハッピージャグラーシリーズっていうのはアイムジャグラーとちょっと違う系統の台になって出て、うん、いうもうね語りたいこといっぱいある台ですね。長くなる、これ長くなる、ここで振るんじゃなかったこの音は長くなるから、これはギュッと押さえて、はい、じゃあ打ちながらいろいろ聞いていきたいと思います。いろんな打ち方を紹介できたらと思います、はい、ということで今週ハッピージャグラー V を佐々木さんと打ってみたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。今回の収録ホールは神奈川県川崎市にある三ツ星武蔵新城店。パチンコ274台、パチスロ115台を設置。最新台はもちろん人気台も数多く取り揃えたホールとなっています。スロットコーナーのデータ機器にはビグモプレミアムを設置。 15.6 インチの大画面でとことん見やすい仕様となっています。当日の細かい夕霧歴、28日間のスランプグラフ、大当たり結果の集計表示などデータの量も満載となっています。貸し出しサンドにはベガシア2を設置。タッチパネルの操作で分かりやすい仕様となっています。三ツ星武蔵新城店の浜脇です。武蔵新城駅南口を出てすぐの場所にございます。ただいま新規会員様を募集いたしておりますので、この機会にぜひともご入会よろしくお願い申し上げます。後半はこちら、はい、ビジャグラー V2、はい、ということで、はい、佐々木さんどうですか、結構打ちます？そうですね、ハッピージャグラー V2 ってあの、うん、その前のハッピージャグラーって、うん、まあ、それを、まあ、ほぼ一緒なんですけど、はい、あのまた作られた台なんですけど、このシリーズは結構好きで。あ、そうなんですか。はい、教えるとこありそうな感じですか。いっぱいあります、ね、あれいっぱいある、はい、それはそれで怖いけど、はい、じゃあ早速実践の方行ってみたいと思います、はい。これ配列がね、なんかそうなんですよ、全然違いますよね、ジャグラーシリーズのバーを、あのアイムジャグラー系統はバーを押すとチェリーがあって、うん、はい、まあとりあえずチェリーだけフォローしとけばというのがまあ基本的な打ち方じゃないですか、はい、でもプラス全部取ろうと思うとあの逆押しであったりとかね、はい、すごい一気に難しくなるんですけど、うん、この機種はですね、うん、もうちょっと考えることが増えるんです。早速始まりました、はい、山金、まずしっかり聞いてくださいよ。チェリーを押したらその周りにね、ピエロとベルがないんですよ。ないですね。アイムジャグラーは1000分の1ぐらいなんですけど、はい、こちらね、655分の1なんですよ。あ、ちょっと高いんですね、はい、出現率が。なので、うん、なるべくフォローしたいんですね。そうですね。で、フォローしようと思う時にあのアイムジャグラー X もそうなんですけど、ベルは15枚でピエロ10枚なんですよ。はいはいはい。で、あとはチェリーは普通に、まあ、一番確率の高いレア役、はい、55分の1ぐらいで出るんですけど、と、うん、いうことはどの順番にフォローしたいですか。なるほど、まずやっぱチェリーですよね。まずチェリーは絶対取りましょう、はい、で確率やっぱ15枚なんでペール、ピエロの順ですよね。確率同じだから、じゃあどれか2つって言われたらチェリーとベルなんですよ、はいはい、で、ピエロはまあさらに取れればラッキーかなというぐらいの位置づけで打てるわけですね、はいはい。ということは、じゃあ全部の役がフォローできる場所っていうのがいろいろあるんですけど、中押しだとこれでベルですよね、はい、このバー上段ビタなんですけど、あ、上段ビタしてるんですね、はいはい、で、ハサミ打ってこのベル、これを一コマ早く押しちゃうとチェリーこぼすんですよ。うわぁ、それは怖い。で、一コマ遅くするとベルがないじゃないですか。ない。だからこれね、一番ね、茨の道なんですよ。茨の道、はい、ビタ押し、これがハッピージャグラーを楽しむポイントの一つなんだそうです。この打ち方、その代わりものすごいね、リーチ目が出るんですよ。あー、打ってたら、あ、中押しなのに、はい、
あのね、ハッピージャグラーの面白いところって、まあ、この形で、あ、これ子役当てれたらリーチ目。あ、この形ね。そう、だから一応これベルもあるんですよ。はいはいはい。この時はベルを狙わなくちゃいけないんですけど、はい、だから右上段ベルがテンパった時が激アツなんですよ、はい、激アツっていうのはベルオアボーナス。ベルオアボーナス。だからこの形だけでもいいですよ。この形だけはダメなんですけど、あ、これ以外の単独ベルだったら、でベルは右こぼさないんで、でいきなりあれこんな難しい話から入っていいですよ。これね、滑ってれば子役はボーナスなんですよ。左が子役ないですよ。滑ってないね。ここピエロがないんで中段ビタですけど、多分、うん、多分中段ビタですね。右レールは適当でいいんですか？基本右は適当でいいです、ね、で、はい、1コマ滑った時だけ、はい、一応ピエロがあるんで。ああなるほどね。右はバーナナ避けて押すとかね。じゃあいきなりこんな難しい話からでいいですか？あのいいです、いいです。どうですか、ヤマキン、マイゲームビタ押しっていうのもなかなか新鮮なんじゃないんですか？そうです、そうです。でこの形外れたらもう絶対ペカるんで。なるほど、一コマ滑ってればね。はい。あ、でも意外と面白いかもしれないですね。あの昔の4号機の技術介入機打ってるような、うん、まあ、一応ねこういう普通の外れ目でもペカることは可能性ゼロじゃないんですけど、はいはい、それが面白いかも。これ面白いでしょ。はい、佐々木さん分かってますよね。はい、AKB では当たらなかったんだから、こちらではやっぱ本職のスロットの方でガンガン当ててもらわないと、はい、おおおお、チリチョーク。ちょっとやっぱり AKB の時にね、これ外れるパターンかって言い過ぎですよ。当ててくださいって言ったら当たるんだから。なるほど、ごめんなさい、僕のせいですね。違うやろ。チリチョーク、これはビターを押して何コマ滑りで、これ今4コマなんですよ。4コマ滑りですね。ほんとはね、V2 の方は、はい、あの中段チェリーとかで止まる、あの、うん、特殊な当たり方もあるので、うん、あの4コマ滑っちゃうと分かんないんですけど、はい、まあ、それよりかはね、実利を取る。なるほど、これ子役優先制御ということですね。そうです、子役優先です、ね、はい。おー、ビッグ。幸先よくビッグからスタート。AKB では当たりなしだったんで、ここから本領発揮ですよ。今日初の当たりってことですか？今日初の当たりですよ。滑って滑って、ほらもう子役かボーナスの目がガンガン出ますよ。一応ね、武道確率ちょっとは差あるんですよ。あ、ちょっとなんすか。 設定1で 6.7 ぐらいで、はい、設定6だと 6.3 ぐらいなんですよ、はい、まあほぼ1日見ても分かるか分からないかぐらいなんですけど。なるほど。でもね、引かなさすぎた時と引きすぎた時はちょっと期待できたいんじゃないですか。確かに、はいはい、長時間打つと気になるところです。今左1コマ滑りました。左が1コマ滑りました。ビタじゃなかったね。なかった。ちょっとそうチラチラ見て、僕のビタがちゃんとできてるかどうか。僕も今これ危ないし、確認するのやめてもらっていいですか？いやでもそれ以外はずっとピタピタちゃんと押してますよ。意外と押せてますよね。一、ね、コマ滑ってるのが分かりますもん。一、ね、コマ滑って中断っていうのは。でこの打ち方だから、その一コマ早いとチェリーこぼすし、はい、あの一コマ遅いとベル取れないしって、結局優先しているのがほぼチェリーとピエロになるような、はい、やや遅めの失敗の方がチェリーこぼさないから安全になるんですよ。そこがね、ちょっと泣きどころなんですよ。なるほど。で、それを避けるためには今度はですね、赤菜なブドウ、ピエロがついてる、はいはいはい、このピエロを2コマ下にピエロがある、はい、この赤菜を上段に押してあげると、上段この形で停止した時に、はい、ブドウはピエロはボーナスの時は多分ね中滑ってるんですけど、うん、で一応右リール適当打ちして、うん、これねピエロないところ右リールあるんですけど、はい、ピエロテンパったらピエロだって。なるほどなるほどなるほど。思える、うん、でブドウがテンパった場合はブドウはボーナスなんですよ。あ、ガメラの逆押し上段赤みたいな。あ、そうなるんですね。なるほどなるほど。でこの打ち方だと、はい、遅めに失敗する分には、はい、ベルをこぼさない。
遠い、ね、からこの打ち方でやや遅めに押すぐらいだとチェリーとベルをフォローできるので理想的な打ち方になる。チェリーの時はどこ止まるんですか。全力中段止まります。中段にね、で中段で停止してあのチェリーが止まらなければボーナスです。これが今これがチェリーなんです。出た。重複もあるということですね。重複もあります。チェリーがあの出ないって形でハッピージャグラー V はあの中リール中段に赤7ビタ押しする時だけあったんですけど、はい、今回はそのチェリー2つあるじゃないです か、はい、か片方しか揃わないチェリーっていうのがあるんですよ。じゃあボーナス確定で、あそれ以外のチェリーはどっち狙っても揃うんですけど、あいいです、ね、それになった時に左狙って逆側のチェリーだと止まらないんで。ボーナス確定のチェリー、意外と知らない人も多いのではないでしょうか。これ配列を変えてることに何か意味あるんですか。配列5号機は基本的に整列策は全部組まなくちゃいけないんで、はい、配列を変えるイコールゲーム性が全く変わるなんですよ、うん、なのにハッピージャグラーを打っていても、うん、アイムジャグラーと同じように楽しんでいるのは、うん、ちょっともったいないっすよ、うん、なるほどね。だからね、開発チームが違うんですよ。ラブリージャグラーってちょっと最近ないですけど僕大好きですよ。ラブリージャグラー。ラブリージャグラー僕も一番好きかも。あれね、ボーナス中にも技術介入要素がちょっとあったっていうね。はい。てかラブリージャグラーはもう中押し。はい、中押しでしたよね、あれもね。上中段7止まった時にっていう、はい、あれラブリージャグラーの面白いのは中押し適当打ちが面白かったんですよ。そうなんですよね、中右適当に打ってね、もう。そうですよ。でそれができたのがベルとピエロの確率が、うん、655じゃなかった、1000押してたんで、はいはいはい、ある程度無視できた、チェリーだけ取ればいいやっていう打ち方ができたんですけど、これをいかにベルとピエロを狙うか、どちらを捨てるかっていうのはね、プレイヤーによって選択できる台になってる。おお、来ました、中段かな。おお、ほら、こっからいかんすよ。あ、光った。ちょっと佐々木、僕のいいとこ取らないでもらっていいんですか。いやいやいや、今チェリーが出るかどうかのタイミングで佐々木さんのところにグイッと行きましたよ。まあでもこれでも光る可能性はね十分ありますよね。はい、すごいジャグレンですね。ジャグレンこれすごいですね。ただビッグはレグってですね、レイダン一応化け物設定差あるんでね。そうですよね、まあジャグラーといえばやっぱレギュラーでね、まあ、そうですね、そこら辺のなんかレギュラーが出る台の方がいい、それから剛性が高い台の方がいいっていうのは、はい、まあ基本は一緒です。基本ですよね。アイムジャグラーより中間設定域とか、はい、特に機械割り高いんですよ。ハッピージャグラー、はい、ハッピージャグラー機械割り高いんで。あ、そうなんだ、はい、それはピエールとかベルが650分の1だからなんじゃないですか。まあ、全体的なバランスですね。だからこれのハッピージャグラーとマイジャグラーは高いんですよ。マイジャグラーはね高いのは知ってましたけど、ハッピーも高いですね、はい、あら、一コマ滑ったような気がしたんですけどね。ここピエロないですからね、右の滑りコマ数見てないですけど。そっか、ピエロを狙ってないからピエロの取りこぼしの可能性もまだあるっていうことですよね。ほら、いや面白い、これ面白いかもしれないです。面白いでしょ。ちゃんとリーチ面を見たい人は、なるほど、左、はい、あ、しかも衝動しましたよ。これ別格ですか、いや気持ちいい。よっしゃ、ヤマキンもビッグからスタート。ビタ押しの楽しみが分かってきたんじゃないですか。滑った気がするから、右微妙なところを押してドキドキさせるところが変わってないですね。うお、何、左一コマ滑ってるんですよ。滑ってる、本当、これでピエロその後光らなかったらかっこ悪いですよ。あ、そうだ、さすが、さすが。
さすが。いやいや、ピエロ揃っちゃいけない。似てますもんね、ちょっと ね似てきましたよ、顔が最近ほんと。てか、あれじゃね、あの昔の雑誌時代、みんなこのポーズで写真撮って桜の木あったりましたね。昔話も弾みます。やっぱり生粋のスロッターといったところですかね。滑ってないとここから普通に外れるじゃないですか、はい、だから左をしっかり押せてる人が自分だけ分かる光る瞬間なんですよ。あー、そうですよね。なるほどね。いや、さっき気持ちよかったですもん、どこも滑ったのが分かって、まあ、ピエロのこぼしかボーナスか、650分の1を役を引いてるかビッグレギュラーを引いてるかっていうことですから、一番可能性が高いのはボーナスの方が可能性高いですね。ボーナスのね、構成の方がはるかに高いですから ね。これちなみに、はい、この形から光ることはないんですか。 ありますある。板止まりで微妙な左リールの微妙な押し位置違いとかで止まる場所変わると思うんですけど、このベルがもう一個上の形で中で外れれば、はいはいはい、それは多分ね、リプレイ早かったんですよ。早かったんで寝押しミスだと思うんですけど、リップ外れたんで。なるほど、リップ外れですね。2コマ滑ってればリップ外れてボーナスですね。なんですけど、多分チェリーの上空のこぼしだと思います。チェリーのこぼし、はい、絶好調じゃないですか。なんか絶好調ですよ。やっぱパチスロの人ですね。そうだけど、リーチ面を楽しめるって昔ながらの、はい、そうですね、演出はないですけど、まあ、花火とか、うん、ああいうのが好きな人とかは、はい、多分ハッピージャグラー面白いと思うはずです。遅れのない花火だっつってましたもんね。そうです、遅れのない花火です。で、多分ここまでの解説聞いてる人はすごい難しい台と、うん、思われてそうなんで、そろそろ簡単な説明していいですか。はいはい。赤らな左リール赤らな1個しかないんで、はい、赤らなをですね、中段か下段ぐらいに押してください。2コマ、はい、で挟んでください、はい、ベルが転廃したらベルを狙うと、はい、なんですけど、まあ、ベル見えないよっていう人もいると思うんですよ、うん、ね、ここの位置で挟み打つだけでいいです、うん、なぜならここの赤らなをね、下段ぐらいに押して挟んであげるだけで、その上にね、このチェリーがあるんで、うんうん、チェリーこぼさないんです、まず、はい、赤らなのこのずっと上にチェリーがあるんで、はい、チェリーをこぼさずにベルが揃う可能性は捨ててないんです、うんうんうん、捨てているのピエロだけなんです。単にチェリー狙いを、うん、枠内単にチェリー狙いをしてると、うん、チェリーしか取れないんです、うんうん、だけど赤らなを押して挟んでるだけで、うん、ベルが揃う可能性はあるんです。なるほどね。なので中のベル見えない人も揃う可能性があるイコール、ちょっとでも機械割り上げられるんですよ、うん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 、完全に1コマ目押しで行かないとベルと、チェリーを狙えないのが左にいる上段バーで、はい、だけどこれはリーチ目が出るからジャグラーっぽくない楽しみができる、うん、で中押しの赤ら狙いは、まあ、ちょっと遅めにミスったらベルはフォローできるぐらいのちょっと緩い一コマ目押しの感覚で打てて、ジャグラー、他のジャグラーと同様に外れの形で光る可能性がある。で中段7っていう厚い目がある、はい、こちらの左リール赤らの挟み打ちはわりかし、まあ、これよりも遅くてもいいですからね。ベルが枠内にある位置だった、その間にここはちょっとテンパっちゃうんであれなんですけど、でもこれでね、適当打ちするんだったらベルは揃う可能性があってチェリーは取れるじゃないですか。なので目押しが苦手な、ね、7しか見えないよ、うん、と1個の7しか見えないよという人も機械割をちょっと上げられる打ち方、はい、なるほど、3パターンの打ち方が、はい、いや人によってベストの手順って違う、まあ、それはそうですよね、はい、分かります。こういう楽しみ方したいとか目押し力とかね、そんなので変わってきますからね。 それがね、僕パチスロの面白いところだと思うんですよ、うん、いや今日は本当に勉強になりました、ありがとうございました、はい、いやまだ終わらない、まだ終わらない、もう終わった気になっちゃって全部聞いちゃったから。そうですよ、あとは逆押しもあるんですけど、このもうこの際だから全部使う使わないを任せましょう。これやらないんで。あ、やらない。そうですよ、やらないんですよ。いや、これが楽しすぎて。
分かりました。お、チェリー4コマ滑ってのチェリー。あ、普通に赤なら直してたんで。赤なら、このあの冗談バーでも中押し赤でも行かないからって左赤に変えた瞬間だったんですよ。変えた瞬間。じゃあ今日赤が合ってるかもしれないですね。まあでも赤今の打ち止めですよ多分。赤のボーナスは。ちなみに初代のジャグラーのランプってマグネットでボーナス入れするとマグネットがカチッってなって電気が通電して光るんですよ。なるほど。なんでそんなこと知ってんの。だからカチッって音がするんですよ。今 LED なんですよ。してました、してました。でちなみにその豆球の大きさは当時のユニバーサル の、 あのゲッターマウスとかフローズンナイツとかあれあの一番あったあの筐体のバックライトと同じ大きさです。なんでそんなことまで知ってんすか。直売さんで電球切れてるとどうするのって言ったら、あ、これから外すとか返して、カチって言ってた。確かに。そうそう、なるほど、そういう違いなんですね。名言があって、なんか30越したらジャグラーっていう名言があって。だから、ね、僕らも10年以上越してますよ。そうです、あの30越したあたりからシンプルな面白さに行くんですよね、最後。ご年配の方が海物語シリーズが好きみたいな感じなんですかね。それと同時に花々系とかの面白さも知り、はいはい、お、滑った。ジェリーが滑って7が出てきました。ちょっと一回外しましょう、外しましょう。はい、かっこいい。これが見たかった。俺も中滑ってるかどうかよく分かんないんでビタで止めたかもしれない。なんかいい、かっこいい。そう、僕も奈々が滑ってくるのが見たかったんですよね。奈々の人のジェリーありますもんね。ここで佐々木さんがあることに気づきます。なんかダメですよ、あの AKB もハッピージャグラーもプレゼンする方が引いちゃダメです。まあそれはお互い様ということで。この中段からこうやって子役が揃わなくて行かれなかったら遅かったんだとか、これ練習してきゃいいんで。だからあの目押し上手いなと思う人は、目押し上手いなっていう人は無駄遣い、あでも1枚だけだ。あの目押し上手いなっていう人は今これ早めに僕押してるじゃないですか。でマチスロのリールって上から下にしか流れないんでみんな早めに押すんですよ。早めに押す失敗っていうのが一番多くて、遅めに失敗できる人は上手いです。ああなるほど、それが分かってて引き付けてるんで。なるほど、ああそういうことか、うん、僕でもジャグラーたまに7をビタ押ししちゃってレギュラーの時に取りこぼすんですよね。はい、あ、上手いってことじゃないですか僕。うん、上手いっす。僕上手いってことですよ。上手いっす。いい人だ、いい人だ。昔からね、いい人なんですよ。出た、また出た。これもう悩む。左今滑ったような気がするんですよ、本当に。じゃあそこで止まりましょうよ。左滑ったような気がするんですよ。内側を押してました。ほらほら、滑ったもん、左。よし、よっしゃ。あのあれですよ、あのベールは僕揃えたじゃないですか、はい、これだけあのジェリーとベールを取るのが大事だっていうのにまだベル引けてないのがね。そうですね、そうですね。そうなんですよ。それだから子役外れ、だから子役外れ。見たどまりましたもん、ここに今。うわ、かっこいい。これ美しいんじゃないですか、これ。ビタ押しからのリーチ目に感動の山金。これも佐々木さんのプレゼンの賜物ですね。これ絶対光るって分かる、ね、瞬間。好きな人はやっぱこの下ですよ。ベルカーブのベルを取りましょうかね。あ、佐々木さんもベルカブド。はい、佐々木さんブド。これね、すごい
かんでたのが右脇下のあるじゃないですか、はい、それを滑らせてる段階でもうね、子役確定なんですよ。え、なんて滑った段階で右が滑って、奈々が脇下落ちた段階で、あ、そうかそうかそうか、これもバーを引き込んでない点で子役確定なんですよ。やめてください、やめてください、いやいや、これまだ分かんないですよ。で、あと5号機の性格上リーチ名がいっぱいある、うん、例えばこの機種も例えばこうなったら右ここでブドウ以外は全部ピカる可能性あるわけですよ、はい、だからリーチ目がいっぱいある台なんですね、当たる可能性ある目が、うん、そういう台ってね、ハサミ打ったりとかすると滑った段階で7をテンパらせる以外の滑りが発生した段階で、なるほど、ほぼ外れかね、そういうことか、これ滑ってないからダメなんですけど、さっき左滑ってこの形で、はい、あーとか言ってたじゃないですか、うんうん、これ滑っていればピエロのこぼしはボーナスなんですけど、ね、この時点で実はピエロオアビッグなんですよ。そうですよね、そうですよ、そうですよね、そうなんですよ、まあ、これはダメなんですけど、だからね、そういうのを理論を一つ分かっていくと、だからね、目押しもそうですけど、この停止系はどういう意味があるんだろうとか考えていくと、そのマチスロのリールに対する知識も勉強できる、うん、っていうのは勉強するのが好きになりすぎると、最後いろんなところから押してゲラゲラ笑って変態って言われるそら言われますわな、言われますねいやこれでいいっすかねとか言って、はい、いやチェリーなんですけどねみたいな、じゃあ佐々木さん、時間も時間なんで、はい、1回ずつ子役外れ目調整してからやりましょう、はい、僕も子役外れ目今ね一コマ全て出てるんで、はい、あ、違うこれよはい、終わり。これが子役が揃わなければ5グラムピカって綺麗に終われる、はい、子役が揃ってももうそこで終了ということで、はい、お願いします。はい、終了でございます。ありがとうございました。ですね、あ、いろんな打ち方を教えていただいて、はい、左リールビタン、あれねリーチ目すごい出るんで、うん、面白いですよね、光る瞬間が分かりやすいというかね、はい、うん、左リールは中下段から狙いだけでもね、うん、全然まあね、ハッピージャグラーのスペックはね今よりも引き出せる打ち方になると思うんで、うん、やっていただければと思います。まあでも相変わらずでしたね、佐々木さんは本当に細かいところ細かいところを考えて打ってますね、相変わらず。いや、それが面白いところですよ、それが面白いところそれが面白いところですね。もっといろんな話をしたかったんですけど、なんか他の台のプレゼントとかも今度またなんか今おすすめのこれしたいみたいな他の台であります？あとはじゃあケロット3を右から2箇所2パターン落ち続ける、あるんだね、まああれ中押しもあるんで、まあいろいろこれ今深く聞き出すとね、ここから30分喋り出すんだよね。いや、ごめんなさい、手順が4つぐらい5つあるんで、はい、30分じゃ終わらないです。今回は三ツ星武蔵新庄店で、はい、佐々木真子さんをゲストにお送りしましたけども、またね、ぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、ということで今週はここまでです。また来週お会いしましょう。